機内おらんくね？あ、この辺？全然違う。めっちゃバカップルやったわ。昔々この村に大変腕のいい漁師がおりました。漁師は村の誰より真珠をたくさん取りました。村長さんは漁師を痛く気に入って、自慢の一人娘と婚約させました。娘は漁師が大好きだったのです。ああ、もうその権限を利用して。村長さんはこれで一安心。漁師と自慢の娘が村を豊かにしてくれる。そう信じておりました。しかし突然、平和な日々は消え去りました。悪魔のような大嵐が漁師を襲い、真珠と共に海に放り出されてしまったのです。それでアッコにたどり着いたとかそういうこと？かな？違う？ええ、うまいね、おばあちゃん。漁師は真っ暗な海に沈んでいきます。光る真珠がホタルのように見えました。漁師が死を覚悟した、その時です。あ、ほら、髪の色もさっきのロミアと一緒やん。漁師の前に現れたのは、それはそれは美しい人魚でした。人魚は漁師の耳元でこう言いました。生きたいならば魂をくれ。絶対そんな話してないやろ。めっちゃ脚色加わっとるやろ、これ。それから何日が過ぎたでしょう。村人や漁師がもう死んだものと、小さなお葬式を出してやりました。その時、驚くべきことが起こりました。死んだと思われていた漁師が、ひょっこり帰ってきたのです。いいなずけは大層喜んで、漁師を看病してあげました。しかし、漁師はまるで別人のようでした。日がな一日ぼーっと海を眺めて、俺は人魚と結婚するんだ、と言うばかり。やっぱりこの人が来ない？ついには言い名付けを捨てて、海に出るぞ、と暴れるようになる始末。村長さんはカンカンに怒りました。村長さんは漁師を引っ捕らえると、二度と海に出られないよう、船を燃やしてしまいました。びっくりした。本人燃やしたんかと思った。過激。こうして人魚に魂を食われた漁師は、暗く、寂しい、しじまが浜に閉じ込められてしまったのです。え？終わり？それで。その後は？さあ、今日はここまで。続きはまた今度じゃ。そういう感じなん。分けろん。人魚怖えー。逃げろー。あ、そういう感じで、人魚の間違った知識を。おや、旅人さんですかい？こんな老いぼれに何かご用ですかな？おばあちゃん、私たち漁師の機内を探しているの。この村にいるって聞いたんだけど。おや、まあ珍しいことじゃ。あんた方はあの子のお友達かい？機内は私の息子だよ。あの子なら今頃西の海ですじゃ。この村を襲った化け物イカ退治に村の男衆と船を出しております。あんた方、機内に用があるのなら化け物イカを倒す手伝いをしてくだされ。奴が沈まれば村の男衆も戻るじゃろ。さっきの船のとこに行けばいいってことかな。しかし気をつけるんじゃぞ、旅人さん。海で最も恐れるべきものは人々を惑わす人魚ですからの。あ、でもその後死んだとかいう話かと思ったら普通におるんやね。なんだお前。人魚の呪いの紙芝居はね、この村の人はみんな知ってるお話なの。人魚はとっても欲張りだから、綺麗な見た目で人を騙して大切なものを奪ってしまうんだって。でも機内さんは元気に魔物退治に行っとんやろ。大丈夫や。あの話は本当の話じゃないということやろ。息子の機内と村の男衆が乗った船は、化け物以下のクラーゴンが現れるという西に向かって船を出しましたのじゃ。機内に会いたかったらあんたも西の海に行ってみるといい。しかし忘れるでないぞ、旅人さん。またか。またか。どんだけ人魚の怖さを伝えてくるんだい。絶対そんな感じじゃないけん、ロミア。確実に誤解よ、誤解。あれやね、魂抜き取られたとかじゃなくて、普通に会いに行きたかっただけじゃないのか。ね、言い名付けとか勝手に決められましてもって感じや。この辺りから出られるのかな？どこ？アリスちゃん。アリスちゃーん。さあ、また、旅立つよ。出発します。
これで西の海。西の海。あれさっきの船ではないということか。どこ？どれ？あ、あれか。逆やん。逆やん。ってことはやっぱりあの船よね。うんうんうん。あの、来た時に見たやつや。さあ、あれやね、きっと。ほらほらほら。あれなんか一隻減ってない？気のせいかな。なんか三隻おらんかったっけ？さあ、合流。あ、いっぱいおった。後ろにいっぱいおった。めっちゃ合図しよる。うん、いたいた。あれがクラーゴンを倒しに来た。船団ね。乗組員の中に機内がいるはずだわ。ねえ、あなたたち、そっちに機内って人いる？聞こえる？聞こえんやろ。そんなとこから。あら、あの人たち、なんか言ってるわ。遠くてよく見えないけど、うずら？うずら？うずら？どういうこと？なに、上？上だ？あゆな、上だ！クラーゴンが、え、なに？船降ってきたんですけど。やっぱり3隻おったことないっていうのはあっとったんかな。そのうちの1隻？来たよ、クラーゴン。でも正直思うんやけど、ちょっとクリクリした目可愛いよね。おい、嘘だろ？フリシャー。さあ、こいつと今から戦えと。ああ、もう来た。早っ。もう戦い来たよ。めっちゃ乗っかっとるやん。そこ壊れるんじゃない？大丈夫？いける？右足。いや、そんなさ、細い右足とか左足とか、なくなったところでね、太い方の足があることない、まだ。ね。ありがとう、せいにゃ。自分か。自分か。まあ、それも大事よね。え、なに、シルビア、大丈夫？何が起こった？右足に、足燃やしたらスルメになりそうじゃない？さあ、頑張ってくれ。シルビア、どうしたん、あれ。腰抜けた？いやー。お、なんか復活したっぽい。よかった。よかった。これは右足と左足と、本体は攻撃できんのかな？まあ、多分、そういう場合でも足から攻撃するべきなんやろうけど。じゃ、左足狙っていくわ、私。ちょっとずつ狙って、切り落としていけばいいということかな。多分、最後に本体叩くのがいいんよね。まず、周りから切り落として、あ、なに？もう終わった？右足、左足。もうあと本体だけ？あっという間。死なんといてね、みんな。みんな死なんといてね。あ、いいね。神の地張りかだいぶ効いてるね。あ、潰される。ありがとう、せいにゃ。で、まだね。まだちょっと、名前が赤くなってないけん。おぉ。潰される。めっちゃ潰される。そう、せいにゃもうね。あんなもので回復できるんかんって感じやけど。ステッキふざけすぎやろ。かわいいんやけどね。かわいいんやけど、ちょっとなんか気が抜けるよね。さあ、頑張ってくれみんな。いやー、眠らないで。マジか。回復役寝た。あ、そういうパターン。なるほどね。時間経過で復活するパターンね。よろしくない。あ、ありがとう。ダメ派。そしたらエナはゾーンに入ったよ。誰かゾーン行ける？あ、連携誰も行けんのやね。私個人しか行けんのやね。なるほど。また足から叩いていくしかないか。何あれ？何のマークあれ？なんか時計みたいなマーク出てない？どういうこと？マークの意味がちょっといまいちよくわかんないんだけど。右足はクラウンをかばってる。やっぱり、本体より先に、そっちと戦わねば。お、せいにがゾーンに入ったよ。どう？二人でいけるんじゃない？
シルビア聖なる祈り。回復力と守備力か。あー、どうなんやろ。どうなんやろ。行くか。よし、じゃあここでアイナとセネの連携。聖なる祈り似合わねさあ、これで守備力もだいぶ上がったはずやけん、いけるやろ。いけるのか。守備力上がって、それだいぶ効いとるな。あ、でもこう見たら爆裂剣はあんまり効かんなったかな。わからんわからん。やっぱ足からいかんといかんね。足を叩いて、足がダメになった時にもう本体をバシ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 っと。よし、回復力もアップしとるはずやけん、いいぞいいぞ。右足を倒した。さあ次は左足、いけ。時間が経ったら元に戻るっていうのがね、なんやね。まあ、でもあっという間に、多分今左足もやっつけたんじゃないかな。あ、ほらほらほら、左足をやっつけたっていう文字が出てこなかった気がするけど。お、神がゾーンに入ったよ。そしてあっという間に解き放つ。あ、マジか。あ、アユナまだゾーン中やった。イエーイ、やったねこれで炎耐性が下がったけん、神が炎系の技をさっきから使いよんじゃないかなと。火炎陣。でもあれはね、水の中におる動物、生物やのに火が苦手という。おおお、やったやったね。ちょっと今ね、文字が赤くなっとるけん、そろそろいけるって言おうとしたんやけどねいけた。聖女レベル37、イエイ。お、マルティナもレベル33。そっか、マルティナたちもおったんか。てか、ローさっきの島の時おらんかったんやけど、おる今。今います。さあ、やっつけたよ。プギ。シャー。消える。どういう仕組みかよくわからんけど。やったね。やったね。てか、みんな若いな。グッバイよ、暴れん坊さん。降ってきた船の人たちは大丈夫の？いやー、どこの誰かわからんが助かった。海に落ちた村の衆も皆無事でさ。あ、マジか、よかった。あんたらのおかげさ、ありがとうね。冷凍行っちゃうなんだがね。今夜は村で化け物以下の討伐祝賀会をするさ。ぜひ参加してほしいさ。村の女たちが運命ごちそうをたーんとこさえて待ってるさ。どの人が来ない？若い人いっぱいおったけど。ねえ。今の中に映っとったんかな、もしかして。お、なぎむな村に到着。この人も作ってくれたんかな。うふ。あなたの仲間の剣士さん、綺麗な顔ね。それでとっても強いなんて、絵本の王子様なんじゃないの？仲間の剣士さんって誰？神のことかな。まあ、綺麗な顔やけど。俺は機内じゃないぜ。じゃ、この人？アリスちゃんやった。旦那の船に乗せてもらって、足は最高に楽しんでがす。どこまでも旦那のお供をするでがす。機内おらんくね？あ、この辺？全然違う。めっちゃバカップルやったわ。おー、すげえ。めっちゃお祭りムードやん。いいね、いいね。なにこれ、酔っ払い。うぃーい。ちょっと待って。シスターまで？酔っ払っちゃって、神への祈りくらいできるわよ。じゃ、行くわよ。まあ、このような夜更けにようこそ我が教会へ。ご用は何でしょう？いや、大丈夫です。神様はいつも私たちを見守っていてくださいます。またおいでなさいね。そんなふらふらしながら言われても何？シスター、ちょっと、しっかりしてよ。この辺？荒波のように男らしく、潮風のように爽やかで、海のようにおおらかな色したら俺のこと。俺のことったら俺のこと、これ本当に？違うやろ絶対。機内の居場所？知らねえなぁ。ひっか。うふふ。賑やかでいいわね。なんだか私、いつもよりお酒が美味しく感じるわ。シルビアさん強っ。さっき食べた手作りスルメも、とっても美味しかったわ。手作りスルメ？クラーゴンじゃないだろうね、それ。マルティナ踊ってんですけど。何やってんの？最高、最高じゃねえわ。今日はサービスするわ。くぅ、思いっきり踊れるって最高。旅人さん、うちの感謝の心を受け取って。マルティナじゃなかった。
全然マルティナじゃなかった。あ、ここマルティナ、ここにいるわ。機内のことを聞いて回ったけれど、この酒場には来ていないみたいね。ロミアが白の入り江で待ってるわ。早く機内を見つけてあげましょう。そうなんよ、見つけてあげたいんやけどね。あれ、ローは一緒に座ったのローかと思った。酒じゃ酒を持ってこい。違うんよ。え、機内は男の人なんよね。酔っ払ってんな。酔っ払ってんな。なんか倒れてますけど大丈夫？この人さっきおったっけ？おらんかったよね。え、見えてなかった？踏み潰した？いや、おらんかったよね。むにゃむにゃ。フラーゴンと旅人さんの激闘、あの手に汗握る興奮を伝えるために音楽を作りました。聴いてくださいますか？ああ、どうぞ。5分、聴いてください。イカゲソシ、ダッサ。イカゲソシンドローム。ほう、レッツゴー旅人さん。強気、元気、負けねえぜ、勇気。イカゲソ掴んで肩結び。イエーイ。いやー、全くよくわからねえわ。どうでしたか、私の最高傑作。一晩で作ったりしてはなかなかでしょう。ええ、私も気に入っていますよ。何も言ってないからな、私。こっちでも倒れとる人おるけど。寝てますけど大丈夫なの？フラーゴン退治に参加してたってんなら、機内の奴もこの村に帰ってきてるだろ。あいな、焦ることねえよ。とりあえず今はつかの間の休息ってやつさ。この村でゆっくりしていこうぜ。こんなおっさんじゃないよね。お互いの褒め合い。ちょっと待って、機内は？機内さんは一体どこっすかね？全然いないんだけど。まだまだ。もう飲むなよ。あのおばあちゃんはもう寝たの？ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。